エンジン始動デモ開始5分前。エンジン始動デモ開始5分前。さあ、ただいま5分前のボードがちょうどセーフティーカーの前で、スポーツランドス号のですね、レースクイーンの方が、今5分前、スタートまで5分前ですよというボードを出してくれました。まさになんかもうサーキットそのまんまですね。そのまんま臨場感ありますね。ひろきさん、そして今流れていたあの、はい、SE というか効果音のあのチャイムなんですけども、これも富士スピードウェイで実際にパドックで流れてる音ですよね。はい、さあ、こういったパドックではですね、アナウンスが刻一刻とこのねカウントダウンを告げていって、そしてですね、エンジンスタートまで行くというこんな流れになりますが、ということでどうぞご着席ください。エンジン始動デモ開始3分前。エンジン始動デモ開始3分前。さあ、いよいよ3分前になりました。通常のレースですとここからメカニックの皆さんがグリッドを離れると。そうですね、排出しますね。はい、はい、そしていよいよ、まあ、レーサーとマシンだけが残されるという、はい、そんな時間になります。孤独の部屋になるわけですから、もう脈がボンボン上がってくる。緊張感が高まってくる、はい、そんな時間ですね。ツインリンクモテギエンジェルの方に3分前ボードを出していただきました。さあ、ではこの後1分前のボードが出ましたら、いよいよエンジンスタートということになるわけなんですが、そのエンジンスタートはですね、ぜひ会場の皆様にもご協力いただいて、まあ、いつもだったら僕多分スーパー GT だと富士スピードウェイ1コーナーの皆さんとかね、Are you ready とかやってるわけですよ。はい、はい、ですので今日もそれをやってですね、皆さんにちょっとお手伝いいただけるかどうか、ぜひちょっとその声を聞かせていただきたいと思います。じゃあ東京国際交流館方向にいらっしゃいます皆さんにお伺いします。はい、この後カウントダウンで一緒にエンジンスタートしますが、皆さん声出してもらえますか。 Are you ready。 はい、では続いて反対方向に行きます。こちら、今最終コーナー方向とでも言いましょうかね、グランド日光の方ですね、グランド日光の方、こちらお台場駅周辺の方の皆さん、はい、行きますよ、一緒に手伝ってもらえますか。 Are you ready。 はい、手振ってありがとうございます。サーキットでもいつもやってますからね、サーキット今度来たらみんな一緒にやりますよ。はい、ということでこんな具合で会場の皆さんと一つになったところで、いよいよひろきさん、スタートです、ね、じゃあ1分前行きましょうか。さあ、それでは1分前のボードが出ましたら10秒前でカウントダウンしていきたいと思います。いいですか。はい、それでは1分前出していただきましょう。お願いします。エンジン始動デモ開始1分前。エンジン始動デモ開始1分前。さあ、今富士スピードウェイのそのクレインズが1分前のボードを出しました。それではグリッドの皆さんもエンジン始動の準備よろしいですね。じゃあ日置さん、はい、我々3まで数えますので、そうだね、はい、その後は日置さんにお任せしますので、はい、皆さん3まで僕と一緒に数えますよ。いきますよ、10からいきます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3。 Ladies and gentlemen、スタートエンジンお願いします。